どうも、アキです。サクセスやっていきます。はい、またまた太平楽のパワーアップがやってきましたね。というわけで、今回は久々に太平楽高校をプレイしていきましょう。出来こんな感じです。はい、前回のパワーアップキャンペーンから、こちら、7位アレフトを手に入れたので、こんなデッキを組んでみました。打撃3、メンタル2で筋力1枚、7位アレフトを入れている感じですね。まあ、骨イベント率アップがあるので、その辺がうまく働いてくれればいいなというところです。はい。で、まあ、前回のキャンペーンの時やってて思ったのが、やっぱ打撃4にすると、実はこれテイク2なんですけど、打撃4でまたまたね、トシ君、サイガ、そしてモロイっていうこの筋力ボーナス持っているキャラクター入れてやるとですね、後4になっちゃうんですよね、どうしても。で、誰一人、イベントが完走しなかったんで、さすがにこのデッキはダメだということで、まあ、テイク2取り直しております。うん。で、まあ、その編成だとなんとかね、筋力と技術の、そのバランスが、まあ、初期ミート値が低ければ相対的に、なんとかポイントバランス整うんですけど、やっぱ、その、後4になって良くないっていうところで、1枚マイベでね、筋力キャラを入れたいなーなんて考えると、まあ、この有能どころの、うん。7位アレフトなんかは候補になってくるんじゃないかなと思います。はい。ということで、これでやっていきましょう。ただ、まあ、そのデッキで、別になんだろう、ランクが強い選手とか、選手更新できるようにっていうんじゃなくて、9000点チャレンジするのは面白いなと思いました。はい。ひたすら経験点のことだけ考えて、なので、金徳ももう無視というか、で、9000点をそのデッキ結構叩き出せそうだったんで、また後日ね、やっていければいいなと思います。行きましょう。で、セクイチはひたすら新島と監督を追う、これですね。結構この高校ね、監督評価厳しくなることが多いので、監督も一緒に追ってあげる。今のなんかは、新島も監督も一緒にいたので、かなり良かったと思います。行きましょう。逆にもう、セクニが始まったら、ひたすら青骨を追う作業だけになってくるので、監督、新島を追う暇がありませんと。うん。セク1だけですね。その余裕があるのは。体力マックスの時は、僕は相談しますね。マックスじゃなければ、選球眼取りに行きます。うん、いいでしょう、新島。まあ、監督評価は別にここ追わなくても大丈夫なこともあるんですけど、結構厳しいのが、その、監督派にいる時にどうしても青骨を追いたい関係で、監督が指示していない練習で監督と一緒に練習するとき、あれが結構厳しいんで、うん、できればね、ここで追っておいた方が安心感はありますね。意外性すごそう。よし。ただこの高校、潜水イベントがあることも頭には置いておいた方がいいんですけど、ちょっと待って、監督も新島も来ない。よし。で、このコンボはね、本当にありがたいですね。で、両方ともこの高校には合うので、メンタルキャラっていうところでも。うん。持ってる方はぜひね、このコンボ狙った方がいいと思います。まあ、一番は脆いですけどね、この高校は、本当に一番は。よいしょ。よし、監督も新島もいるので、まあ、コツは捨てて、こっちにしましょう。おー、いいね、いいね、いいね。オッケー、セクイチの間にこれが彼女になれば、かなり運びが楽になるので、いいと思います。うん、ノーミー行きましょうか。スカウトもいるので、はい、ただ次のセクションに入る瞬間は体力マックスでいきたいんですよね。ので休む。で、あとはこの分かれ目が本当にうまくいってくれないと、そこだけはもう祈るしかないですね。この分かれ目は本当にうまくいってほしい。デートでもいいし、ここでもいいし。まあ、こっちにしようかな。脆いの評価。打撃は3タック狙えるんでね。よーし、やっていくぞ。久々の太平楽。こっからだ、太平楽といえば。うわー、良くない別れ方するよね、本当に。本当に良くない別れ方する。まあ、ただ、監督派から行った場合は、高速ベースランが取れない形になるので、取れないときはね。そっちだとまだいいんすよ。うん。ラッキーボーイが取れないとさすがにやり直します。はい。で、
キャッチャーはいらんよ。キャッチャーはいらんよ。僕は青染めはしないんで。ムードとかを持ってないかだけは確認しておきましょう。並木。片目打ち以外性。片目打ちもいらない。逆境もいらないな。イベントで抑えられるからな。結構モブが何を持ってるかっていうのは大切ですね。はい。まあもうひたすら青骨を追うしかない。なんとか8回だったっけ ?7 回だったっけ、それをね、終えるようにしましょう。なので青骨があるときは絶対青骨ですね。ないときはもう体力回復に徹する。で、ここは間違いなくこの高校の場合は敏昇ポイント稼ぎましょう。敏昇だけはね、まあ裏が入れればちょっと稼げるんですけど、うわーマジか。裏が入れないとちょっと厳しくなるので。ああ、こういうのありがたい。やっぱメンタルキャラ合うわ。体力回復してひたすら青骨をつないでいけるんで、これで。ここも回復でもいいぐらいですけど、さすがに回復量を考えると今回はこっちですね。で、この高校謎にイベントが走んないんですよね。それがほんと良くないとこだと思う。で、こういう時はデートしとこう。あ、そうか。一応、センスイベントがあるんで、特の初級とかは抑える必要がないんで、やめましょう。まあ、ミートだけはミート依存の人が多いんで、そこはね、しっかり上げていったらいいかな。これは体力もあるので、選球眼でしょう。体力ないときは全然これ上の選択肢取りますけどね、僕も。青骨来ないな。まずこれ多分金徳分かれ方的に取れないパターンですね、この分かれ方は。お、オッケーオッケー、こういうの素晴らしい。で、これ監督は確か特訓してくれるんですよね。で、特能が取れる可能性があると。こっちのパターンか、オッケー。ただ監督評価が助かりますね、これで。ん、これ筋力ポイント上だったっけ。 12% 攻めとこ。よーし、次が青骨あるかどうかも分かりませんしね。メンタル練習に来るかもしれないし。パワーヒッターナイス。太平楽、ん、意外と最近来てたようなイメージもあるんだけどな。2月とかじゃなかったですっけ。オッケー、いいね。意外と金徳取れるかも。2月とかだったよね。意外と最近か。2月8日ぐらいまでやってた気がする。8日ぐらいまで。そう考えると1ヶ月ちょっとぐらいしか経ってないのか。おい、黒金の強化はどうなった。そしてコナミさんよ。うわっ、これは美味しいよ。実際経験点プラス80もあるけど、まあでも監督がいて評価も落ちたりすることも考えたり、あとは、まあ今はね、ずっと言ってるように、青骨が追えるのが厳しいと思うんで、このセクション。青骨中心で行くか、とりあえずは。スカウトもいましたしね、今。体力回復したかったな、もったいないな、なんか。で、イベント走るの早いな。まあ、センス丸なんてあのイベントついたことないんで、さすがにミートあげましょうか。小吉以外なら何でもいいかな、この場面。おーし、イエス、高須クリニック。まあ、あのイベント負けた分これで。でもうここは仕方ない。さっきのは監督かぶってたら避けましたけど、青骨がかぶった場合はもう僕は仕方ないと思ってます。はい、これさすがに成功するだろう。まあでも逆に一回監督評価10上げとかやってるんで。よっしゃ、いけた。これでかい。ここの15落ちるのはまあいいでしょう。さっき10上がってるし、逆に。で、こうなると、あとは、監督派ばっかりいる練習を狙っていく。
うわー、矢部くん邪魔。まあ便所稼ぎにくいし、ここ行こうかな。うわ、これすごいでしょう。これすごいでしょう、絶対。よしよしよし。これ、確か各セクション5回ぐらいまでできるんでしたっけ。やばい。サボり癖はさすがにまずいんで、通院しとこう。一発ね。よし、オッケーオッケー。一発で治ったら、まあ、許します。いいセクションだった。意外と。意外とうまく立ち回れた。で、今度こっち。脳みだけ動いてないのか。ただ脳みが動いてないってことは、走塁骨がちょっと危ないな。走塁骨ね、3人持ってればいいんですけどね、風投げ入れれば3人持ってるっていう形にできるんで、それがベストではある。オッケー、脆いね。脆いの青骨はもう異常な強さがありますからね。ぜひ狙っていきたい。ちょっと骨が全体的に渋いというか、まだまだ来てない気がするんで、狙っていきましょう。ミートエース達成。これで、さすがにイベントどんどん成功してくれるはず。バレンタイン前なんでこっち行って大丈夫ですね。虫歯やめてね。よし、走塁骨、素晴らしい、脆い。やっぱ脆いはね、ほんとこの高校最高っすね。まあ、裏側も同じく強いんですけど、脆いはやっぱりこうやって、走塁骨も持ってるっていうところですね。で、ポイント的に何が欲しいかを考えていこう。臨床。一番多分足らなくなるのは敏捷。で、これはまあ打撃ですね。メンタルでもいいけど。打撃が3組めるんで打撃でしょう。これは結構難しい。筋力ポイントもらっとくのがいい。まあ対エース誰も持ってないよね。筋力ポイント、敏捷ポイント入るのか、ここが。精神か。筋力、パレフトがどれくらい働くかにもよりますけど、筋力がやっぱ足んないんじゃないかな、なんだかんだ。で、みんなミート依存ですよね。依存説があるのは。なんで、これはさすがにミート S なんで全員成功してくれると踏んで。よしよしよし。スカウトもめっちゃ追ってる。これも成功するでしょう。そして逆境遅れ。待ってました、こういうの。待ってました。いやー、いいね。太平楽いいっすね。天才1枚しかないからどうしよう。シラスでも使いたいし、この太平楽でも使いたいな。走塁骨ナイス。まあ、ただやっぱあの分かれ目がもっとひどい場合、本当にちょうど半々ぐらいに分かれてる場合はもう、どうしようもなくなっちゃうんで、安定感があるようでない高校。なんか難しいんですよね、そこが。パワヒトって、30、まあ、40あれは打てるだろう。これで打てるだろ。よし。経験って溢れるのも怖いので、一回ちょっとあげようかな。行きましょう。ただ、センスイベントもあるということは間違いない。練習試合の経験って落とすのも嫌だしな。センスイベントあるとはいえども、僕成功したことがないんで、センス丸ついたことはないんで、あれ、おとぎ話かと思ってます。ミートは S、代打も持ってる。よーし。ん？代打取ったっけ？それテイク2の、テイク1の時だっけ？まあいいや。よし、行きましょう。そのモブが、多分テイク1だな。モブが代打と、トルヤシスを持ってたのは多分テイク1だ。さあ、これさすがに成功するでしょ。よーし、素晴らしい。素晴らしい。これで逆境も抑えられるし、いいデッキなんじゃないかな。アレフトは今んところ何もやってない気がするけど。あ、まあ、脆いいるけど、まあ、メンタル練習の方が体力減らさないし、いいでしょう。打撃。反監督派の場合は、監督と一緒に練習しても減ることはないんですけど、こうやって、練習後イベントで逆に評価が上がんないんですよね。
これも成功してくれるでしょう、このミートなら。まあ言っとくか。うわー、こいつキャッチャーコツ持ってたのか。確認しちゃよかった。こいつだったのか、キャッチャーコツ持ってたの。守備練行ったらよかったな。あー、でもまあ筋力ポイントが欲しいっていうのがあって筋力練習行きました。内訳はというと、コツをくれなかったらベストだったな、なんで。ナイス、もろい。ナイス、もろい。ナイス回復。これいいんじゃないか、結構。これセンス丸とかでやってたら SS が見えるレベルにいいと思う、多分。ちょっとデートがやばい。そう、この高校デート詰まるんだよね。これ失敗する？ミーと S で失敗する？それ。それミーと S で失敗する？マジか。あー、もろ行きたかったな。ミーと S で失敗するか。全然デートできてないな。まあ、最悪7月でできるんでいいっすけどね。その青コツとかがなくなった。ただそこでいいタックが来るかもしれないんで、良きタイミングではやっておきたい、これも。ミーと S で失敗するかね。雷引っこ抜いとこ。うん、このイベント遅かったな。ほら、後3でもほとんどイベント走ってない。なんで？なんで？この高校後3でも全然、なんか、走らないイメージあるというか、実際、センス引いた時とか全然あれでしたよね。走ってくれなくて困った思い出がいっぱいあります。はい。これも、冷静に考えよう。どっちがいいか。青骨が来る可能性もある。帳尻か。こっちの経験点プラスの方が美味しいんじゃないかっていうとこ。かつ削りもしないし。よし。うん、悪くはないと思う。4835で、もちろん行くのはこっち。まあ一応金徳は取れてるんで大丈夫ですけど、もし奇跡的にここでも金徳取れれば、これ1回しか青骨を逃せられないんですよね、ターン数的に。なので相当厳しい戦いにはなってくるんですけど、もし、はい、うまくいけば。経験ってプラスあるのか。だったらこっちにするか。もしうまくいけば、高速ベースランっていう重たい金徳がさらに割り引かれるのと、体力回復と経験点もあそこ入ってくるんで、まあ狙えるのであれば狙いたいぐらいの気持ちでいきましょう。はい。やばい、これ。メンタルが溢れかねないんで。これで。まあ一応センスイベント待つわ。監督評価も、まあよっぽどここで変なことをやらない限りは大丈夫。一回ぐらいならちょっと攻めてもいい。よーし、脳みは完走してくれた。この脳みがね、ほんと前回、センス天才引いた時に全く完走しないっていうね、地獄を見たんで。うわー、そこでもいいけどな、結構。ちゃんと招き猫持ってってるのに、あと3の時で完走しなくて、あと4の時は完走するっていうね、前回地獄を見たんでね。これですよ。監督と被っちゃうけど、まあ行きますか。まあ行きますか。被っても行こう、これは。多分大丈夫でしょ。言っても、いくつか上がった後のいくつか落ちるんでしょ。多分大丈夫だ。ただ、そうか。やる気と体力も持ってかれるのか。ちょうどデートが良かった。ただ、オッケーオッケー。これしかも3回目じゃないか。体力回復もやる気回復もかなりいいところなんじゃないか。オッケー。あ、違うか。2回目 ?3 回目か。あ、そうか。4回目か。いいのは。あ、これだ。来てくれ、マジで。くぅ、本当につくの？センス。
やる気落とすだけのイベントじゃないか、むしろ。もうそうか、こいつキャッチ、まあでも今そこしか追うことがなかったんで仕方ないですけどね。それは追うけど、それは追うけど、お、意外といけるかも。あと1回だよね多分。うわー、くっそ、ここできたら。ということで、まあさすがにこのセクションはね、運が絡むというか、なかなか気はしないよというところよ。はい、ぜひ押さえよっか。他のコツが来た方が美味しいでしょう。ハイボールは誰も持ってないか、まあ仕方ないか。うん、いいでしょう、悪くないでしょう。あれ、これ結構技術つらい。ちょっと阿部ひ抑えるなんていう暴挙はちょっとやめましょうか。いきなりちょっと暴挙すぎたな。そっちでもいいけどな。まあ阿部ひくれても嬉しいし、こっちにしましょう。うわ、惜しい、ほんと惜しい。で、よっぽどいいタックだったら考える。デートしましょう。これ4回目ですよね。いやでもいいっすね。もう全然楽しいわ、やってて。これも春英は結構ほんとストレス溜まったんで、楽しいサクセスっていうのはやっぱ最高っすね。 OK。新島久々に使ったけどやっぱ強いな。回復がしっかりしてるわ。あたりぐらいは取るか。あといぶし銀ね。うわー、この金徳の多さ気持ちいいな。 1,2,3,4,5,6,7、 あとデートか。8個、金徳8個、気持ちいい。しかも経験点もね、安定して出るんですよ。あ、9000点チャレンジは本当にあのデッキでやろう。うん、いや9000点チャレンジは風投げ入れてやっか。よし、9000点チャレンジデッキも今決めた頭の中で。ちょ、ポイントバランス的に技術がめっちゃくる、あんま良くないデッキになると思うけど、まあそこも本当に阿部飛直撮りだったり打球伸び直撮りで、まあ、調整できないことはないですからね。9000点チャレンジやりつついいランクの選手、まあセンス引くかもしれないんでね、もちろんセンス引いた時に備えていこう。全然 SS はできると思う。センス引けば、はい。新島デート確定なので、ここもいい練習あったら全然行っていいです。いい練習だったら全然行ってもいい。どうしようかな。行ってからのデートの方がいいんだよな。体力回復でも多分多いし。ただ、こっちの方がいいんだな、練習が。先にデートやっといてもよかったかもしれない。まあ、次の練習がどうなるかわかんないですけどね。これがパワープロの難しさだな、本当に。満塁さよならも取りたい。で、これただ普通に代打の選手にしよう。代打つけよう。よし、精神ポイントがやはり多少余り気味にはなるけど、
まあ全然そこは得のを取ればいいだけなんで大丈夫でしょう。よいしょ。うん、パワーももう B までなってますし、悪くないでしょう。太平楽リードで迎える3回です。ノーアウトランナー1塁という場面、打ったこれは強烈、いった、場外。太平楽リードで迎える5回です。楽しもう、またちょっとこのキャンペーン楽しもう。第2球投げた、ボール。まあこのデッキもね、前回は組めなかったデッキですし、あと 2,3 個かな、野手も前回は組めなかったデッキ考えているので、まあそのデッキも試しつつですね。はい、7ヤレットは本当いろんなところで使えますね。暁でももちろん使えるし、シラスも使える。これが手に入ったのは大きかったですね。あの石5、600個ぐらい使った回で引けてよかった、本当に。これあー、いい感じ、いい感じ。さすがにミート C あれば成功すると思います。オッケー、雷の失敗は痛かったな。よいしょ。あ、インコース来てないのか、まだ。何、インコース来てないのか。でこの精神ポイントの余り方からして競争心は取ってもいい、多分。まあ後で考えるか。パワーがどれくらいまで上げられるかっていうのも今まだ分かんないしね。インコース新島、アレフトはもうすでに全てコツが来ているかな。やっぱ敏将がちょっと辛そうなのはもともと知っていた。いきましょう。まあファーストなんでね、ファーストの代打ということで今回は肩守備上げなくてもいけるんですけど、これで肩守備も上げて走力も上げてってやろうとするとなかなか辛い。ツーアウトランナー二塁という場面、打った、これは強烈、入れば同点だ、入った入った、やばい、めっちゃ点取られてるじゃん。あまり頼むよ、よし、ストレートでしょ。 OK、やばい、やばい、負ける、負ける。よいしょ、全打席ホームランだよ。入った入った。太平楽リードで迎える7回です。今日3打席連続真ん中スライダーだから。オッケー、打ちました、痛烈、いった、入った入った。よし、まあ雷がキャッチャーしてるし安定してほしいけどな。よし、一応タックはある。うん、技術が余るってこともなかったし、ただアレフトがそんなに働いてないな今回。アレフト、まあ前後整えられるんだったら打撃4の全員筋力ボーナス持ちがねベストではあるんですよね、やっぱり。そう、うまくいかないですけどね。はい、満塁は取ろう。まあ、ベヒも取るか。農民のコツは大体もう全部来てるか。じゃあ待っとくか。行きましょう。お待たせいたしました。最後インコースだけ欲しいですね。ツーアウトランナー一塁という場面で嫌いは第9位、これはいい当たりだ、さあ中間を受けそう、いいね、入った入った、ホームラン先制、楽しいね。太平楽リードで迎える3回です。もうあれかな、これから、あーミス、ちょっと待って、集中しよう。これからのパワープロは常に何かの強化は来てるみたいな感じになっていくんですかね。予告もなくいきなり本当に12時に来ましたもんね。もう寝ようと思ってたんですけど、そう、実はね、あーちょっと待って、あーよくファールで逃げた。集中しよう、一回。もう寝ようと思ってたんですけど、ちょっとフレンドさんにナギちゃんをお借りした状態でシラスに入ってて、
まあこれ明日サクセス取ろうかなと思ってたんですけど、急にねこの太平楽のパワーアップが来たということで、みんな多分ね太平楽の動画見たいだろうなと思って、でもその招き猫も持って行ってるし、フレンドさんにその一瞬だけ貸してくださいって言ってなぎちゃんお借りしたんで、そのなぎちゃんねせっかくお借りしたのに動画撮らないわけにもいかないじゃないですか。だから深夜の1時から風呂入ってたんで、12時の段階では。さあ4球目、1時からまずはしらすの動画撮って普通にいい選手できて、でテイク1失敗してテイク2に至って、今朝の4時40分。いやー、ということでね、こういう裏側があるんですよ。なんでこの朝撮らないかっていうと、この時間に撮ってアップロードしていかないと縦画面が間に合わないんですよ。そうっていう裏事情があるんですよね。うわ、危ね危ね危ね。ということでね、実はそんな感じでサクセスも頑張って皆さんにお届けしております。今後もサクセス動画楽しみだよっていう人はね、ぜひグッドボタンを押してくれるだけでは僕はねかなり嬉しいんでね、ぜひともグッドボタンよろしくお願いいたします。ということでやっていきましょう。そこも美味しいな、ここ行こうかな。まあ補給 A85 ラインまで持っていってもいいし、まあとにかく溢れてはないと、何も経験点がない、それは結構大切かな。これパワー A は多分無理だな、パワー S か、 S は無理だな。阿部人って精神ポイントだな。まあ最後に考えましょう、そこは行きましょう。さあこれでランクどれくらいになるんだろう。ただやっぱシラスをついさっきまでやってたっていうのがあって、特能の数がめっちゃ少なく感じるんだよな、取る特能の数が。あ、今回気分屋ついてないですね。まあ気分屋つくのは結構気分ですからね、あれは呪いの気分でつけられるんで。あ、なんで打った、わざわざ。まあこれが深夜4時40分のね集中力です。リードで迎える4回です。先ほどヒットを放っている。うわー、これを逆に打てないっていうこの集中力のなさも芝居てやってる自分を。投げた。見送ってストライク。キレのある変化球。第3球を投げた。おー危ねえ。これは見極める集中力あるよ。ここはよく選びました。カウントワンボールツーストライク。おお、これを見極める集中力もある。カウントはツーボールツーストライク。おお、大丈夫。これが打てれば全然大丈夫。問題ない。全然問題ないって、本当に問題ない。ここまで2安打、嫌いはシュートはボール。第2球投げた。よしよしよし、集中してるね、集中してるね。第3球を投げました。よし、入った、入った。よし、いいでしょう。ということで太平楽だったんですけど、まあ、このデッキだとよっぽどハマんないと9000点は厳しいと思います。9000いくならメンタルに打撃4ですね。まあ、せっかくねパワーアップ来てくれたんで、この期間中にちょっと9000点も狙って SR ガチャ券もねサクッと引いておきたいなと思いますが、まあ、それでそうですね、とりあえずこれでどれだけ経験点が出ているかは確認しておきましょう。てか太平楽の動画って早っ、まだ33分しか経ってないの。おお、8492か。うん。意外といい経験点にはなってる。これ、パワー S 狙えんこともないけど、こうしちゃうと、大丈夫かな。打球伸び取るんだったら、いろいろこっち取る方がいいな。さよならも取りたかったけど、まあこんな感じでいこうかな今回は。まあ代打の選手といえどもそのまま守備につくこともあるのでっていうやつですね。うん、悪くないかな。うん、悪くないでしょう。うん、意外といい形だ。
うん、いいでしょう、いいでしょう。おお、 S8 行くんだこれで。ほう、なるほど、はい、いいですね。うん、新島のイベントも負けてますし、やっぱりただ一概に言えるのは敏将ポイントはやっぱ入ってこないですね、この高校。なので僕はショートとかセカンドの選手は作らないようにしてます。やっぱこういう形が限界だと思うんで、盆栽だと特に総力 C なのにもかかわらず、ここ FD っていうね、敏将が明らかに足りていないので、振り方を変えたところでショートとかセカンドを守るような選手っていうのは作れないのかなと思ってます。なので僕はファーストサード、内野だとファーストサード、サードを作る場合は裏側をお借りして、まあ魔術師を取ると、まああとはまあ外野の守備が下手というか、まあレフトぐらいの選手だったら作ってもいいかなという、まあ気持ちで僕はやっています。はい、ということで、まあサクッとやってほんとこれくらいできるからな、久々に来ても。で、太平楽はまあデッキね、こういうデッキが一つまあ安定してあるんですけど、全然そのなんだろう、例えばこの二人持ってませんっていう場合でも、まあただただ青骨を追っていけば一定のね選手ができるので、そういう点でも非常におすすめできるんですよね。やりやすいし、難しさみたいなのを感じないし、うん、まあデッキもちろんね、選定する上でこのキャラ合うよねっていうのはあるんですけど、どんなデッキでも一定以上叩き出せる、そういうねいい強化候補になってると思いますので、ぜひとも皆さんもやってみてください。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、ということで太平楽もまあちょっとずつね、また動画撮っていきたいと思いますので、ただ今シラスにハマってるんで、まあシラスと並行してね動画撮っていければいいなと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。